こんにちは、すっちです。今回は千葉県鹿野山ゴルフクラブ白鳥コースの9番ホール、レギュラーティーからピンまで380ヤード、ミドルホール攻略、コースマネジメントを紹介します。こんにちは、アシスタントのパートです。当ゴルフ場はゴルフサバイバル第7回第13回ステージを開催しました。9番ホールのドローンをご覧ください。ティーショット、第1打はバンカーの右狙い。セカンドショット、右サイドのラフは第2打で杉の木がスタイニーになる。第2打は安全にグリーン中央狙い。グリーン左奥から右手前に速い。常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。白鳥コースの9番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで380ヤード、ハンディキャップは3、右ドッグレッグのミドル、第1打はバンカーの右狙い。難易度は9ホール中3位、平均スコアは 5.41、 平均パット数は 2.07、 100キリの人は3オン2パットが無難ですね。コースマネージメントの基本を知ってスコアアップしたい。コースマネージメントの基本は大きなミスを減らすこと。プレイヤーがするべきことはコースに潜むリスクを知ること。仮に自分がバンカーが苦手という自覚があれば徹底的にバンカーを避けること。コースレイアウトとピン位置を確認。コースレイアウトでハザード、バンカー、池、木の位置を確認し、そこにボールを入れないために、自打を打ちやすくするためにどこに打っていくと良いのかを考える。場面ごとのコースマネジメント。ティーショット、最大の目的はフェアウェイキープ。ティーショットはより遠くへ飛ばすという意識をなくし、フェアウェイキープに努める。白鳥コースの9番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで380ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、第1打はバンカーの右狙い。場面ごとのコースマネジメント。セカンドショット、パー5のセカンドショットはフェアウェイキープ。パー4のセカンドショットはグリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。ただしそれはボールとピンの間にハザードがない場合。白鳥コースの9番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントは、右サイドのラフは第2打で杉の木がスタイニーになる。第2打は安全にグリーン中央狙い。場面ごとのコースマネジメント。パッティング、常に2パットを頭に置きながらプレーをしている。ワンパットで入れたい欲を抑え、常に2パットを狙うこともコースマネジメントです。白鳥コースの9番ホールパー4、グリーン左奥から右手前に速い。常に2パットを頭に置きながらプレーしてくださいね。鹿野山ゴルフクラブのゴルフ場予約はこちらをクリックしてください。次回は山田ゴルフクラブについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちくださいね。